東日本大震災。2011年平成23年3月11日金曜日14時46分東北地方福島県太平洋沖巨大地震発生マグニチュード 9.0 死者行方不明者18,446人2017年3月10日警察庁発表国内の観測史上最大の巨大地震が発生した直後巨大津波が襲来北海道から千葉県までの太平洋沿岸地域で発生した津波の観測結果津波の高さ北海道青森岩手エリア北海道は4メートルから 4.3 メートル青森県八戸エリアは 6.2 メートルから 8.4 メートル岩手県は久慈市の 7.8 メートル大船渡市ではビルの6階に相当する 16.7 メートルが観測された宮城県エリア松島町の 2.9 メートル平屋が水没する高さです女川港の 14.8 メートルは5階建てのビルがすっぽり飲まれるほどの高さで観測地点10カ所のうち津波が5メートルを超えた観測地は7カ所にも及んだ福島県観測地点10カ所のうち津波が5メートルを超えた観測地は9カ所にも及んだ5メートル以下の観測地点はいわき市の 4.8 メートル平屋はおろか2階建ての戸建て住宅は津波に飲まれてしまう高さだ10メートルを超えた観測地点は7カ所も存在していた注目すべき地点としては福島第一原発津波の高さは 13.1 メートル当該地震が発生する以前に防波堤のかさ上げ工事の提言があったしかしその提言は黙殺された無視しなければメルトダウンという最も重大で最悪な状況は回避されたかもしれない茨城・千葉エリア5メートル以下が3カ所 3.8 メートルから 4.2 メートル5メートル以上が4カ所5メートルから 7.2 メートルが観測されている千葉の観測地点7カ所5メートル以下が4カ所 2.2 メートルから 4.2 メートル5メートル以上が3カ所 5.3 メートルから 7.6 メートルが観測されている地震から約1時間後に訴状報約15メートルの津波に襲われた東京電力福島第一原子力発電所は1から5号機で全交流電源が喪失した冷却装置を失った原子炉1号炉2号炉3号炉で炉心溶融メルトダウンが発生大量の放射性物質の漏洩による重大な原子力事故に発展した地震発生から72時間メディアは何を報道していたのか緊急地震速報です。強い揺れに警戒してください。緊急地震速報です。強い揺れに警戒してください。東京の渋谷のスタジオが大きく揺れています。上から落ちてくるもの、倒れてくるものからまず身を守ってください。
今日午後2時46分ごろ三陸沖を震源とするマグニチュード 8.8 の巨大地震が起きました。このため東北などではこれまでに観測された7メートルを超える大津波よりもさらに大きな津波が押し寄せている恐れがあるということです。この地震で宮城県の栗原市で震度7を観測し、また岩手県、宮城県、福島県には大津波警報が出ています。北海道太平洋沿岸西部、小笠原諸島、青森県日本海沿岸に津波警報が追加されました、続いてはこれは岩手県の釜石市の様子です。溢れた水が道路に流れ出ています。お伝えしていますように東北地方で震度7を観測する地震がありました、波の勢いが増しているようです。高いところまで、漁船もですね勢いよく道路の方向に流れています。建物もですねほとんどがこの海水に、飲み込まれているように確認されます。15時21分釜石の港の様子です。浜町付近です。港の水門を越えて今水が釜石市内に流れ込んできています。今船が岸壁にぶつかってこれも斜めになっていますので流されているものと思われます。大きな船が今岸壁に衝突し斜めになりました。周りは白い波が立っています。激しい波が立っています。流されています。海の奥の方、これは工場のタンクでしょうか。完全に海に浮いて流されているのが分かります。大津波警報が岩手県、予想高さは10メートル以上です。すでに津波の到達は確認されています。また宮城県は予想高さ10メートル以上、福島県も10メートル以上、千葉県九十九里外房も10メートル以上、青森県太平洋沿岸は8メートル、そして茨城県は10メートル以上、伊豆諸島予想高さ4メートル、北海道太平洋沿岸東部予想高さ3メートル、北海道太平洋沿岸中部予想高さ6メートル、大津波警報の地域をお伝えしています。東京の JR 新宿駅の南口でしょうか、駅前の様子が映っています。大勢の人が、路上に出ている様子です。代わってこちらは青森県の八戸市の現在の様子です。八戸も今岸壁を越えて波が流れ込んでいます。今岸壁の上には車が走っている様子も見えます。今仙台市の映像が入ってきました。これは川でしょうか。これは川に津波が遡上している様子ですね、はい、住宅や建物が津波で流されています。そして畑も今飲み込んでいきます。建物やそして車が見えます。黒い波が今住宅や畑を飲み込んでいきます。ご覧いただいているのは仙台市の名取川の河口付近の様子です、そして今炎も見えます。炎が見えます。こうして津波が押し寄せる場合は一緒に油なども押し流されて、このように水に覆われるのですが火災の恐れもあります。テレビの画面では千葉県の市原市の石油コンビナートの映像をご覧いただいています。タンクが見えます。炎が見えます。千葉県市原市の様子です。コスモ石油の千葉製油所の現在の様子をご覧いただいています。これは宮城県の名取市にあります仙台空港です。名取市にあります仙台空港、先ほどまでご覧いただいていました名取川の河口付近の比較的近いところにあります。仙台空港はこの仙台湾の比較的近いところにあります。そして建物の上に今人の姿が見えます。宮城県の亘理町の現在の様子です。住宅街が水に浸かっています。そして先ほど画面の右の方に建物の屋上に避難している人の姿も見えました。こちらは福島県の富岡町の現在の様子です。福島第一原発が今映っています。続いて福島から現在入っている情報をまとめてお伝えします。十数人が建物の下敷きになり、このうち5人の死亡が確認されたということです。このほか須賀川市で1人が死亡したほか、
双葉町では住宅が倒壊し、下敷きになったお年寄りの男性1人が死亡しました。現在北海道から静岡県にかけての太平洋沿岸、和歌山県、徳島県の沿岸、伊豆諸島と小笠原諸島に大津波警報が出ています。さらに東京湾から沖縄県の宮古島、八重山地方にかけての広い範囲には津波警報を発表しています。予想される津波の高さは、大津波警報が出ている沿岸の高いところでは10メートル以上、津波警報が出ている沿岸も高いところで2メートルの見込みです。海岸や川の河口付近、海に近い川沿いにいる方はできるだけ高いところに避難して、警報が出ている間は絶対に戻らないでください。海岸などに様子を見に行くのは大変危険ですので、絶対にやめてください。またこの地震では激しい揺れを観測しました。宮城県栗原市では震度7を観測しています。また仙台市宮城野区や宮城県大崎市、塩釜市、福島県須賀川市、白河市、宇都宮市、茨城県の日立市、鉾田市など東北南部と関東北部の各地で震度6強の激しい揺れを観測しました。頑丈な建物のなるべく上の階に避難してください。画面の右左下では総理大臣官邸の様子です。菅総理大臣の記者会見がまもなく始まります。テレビの画面では青森県八戸市の今の様子です。車が津波で流されている様子もわかります。本日14時46分三陸沖を震源とするマグニチュード 8.4 の非常に強い地震が発生をいたしました。これにより東北地方を中心として広い範囲で大きな被害が発生をいたしております。被災された方々には心からお見舞いを申し上げます。なお原子力施設につきましては、一部の原子力発電所が自動停止いたしましたが、これまでのところ外部への放射性物質等の影響は確認をされておりません。こうした事態を迎え、私を本部長とする緊急災害対策本部を直ちに設置をいたしました。千葉県市原市のコスモ石油千葉製油所の現在の様子です。これ炎がかなり大きくなっているようにも見えます。大きな渦を巻いていますね。はい、はい、これはあの堤防の端から非常に強い流れが入ってきて、はい、で中の方は止まっているもんですから、この間で大きな渦が形成されるわけですね、はい、あの今回マグニチュード 8.8 ということは震源も非常に大きな震源範囲があったはずですね、はい、警視庁によりますと午後3時半ごろ、東京町田市のスーパーマーケットコストコ多摩境店で、駐車場の2階と3階を結ぶ鉄筋コンクリート製のスロープが崩れ落ち、車3台が巻き込まれて9人が怪我をしました。現在の渋谷駅バス停の近くの様子です。多くの人がいます。余震による強い揺れに引き続き警戒してください。交通の情報です。 JR 東日本によりますと、東北エリアと山手線や中央線などの首都圏のすべての列車の運転を今日いっぱい取りやめるということです。宮城県では仙台市内で海岸線から10キロ離れた付近まで津波が到達し、警察によりますと若林区荒浜で200人から300人の遺体が見つかったということです。皇居の近くの現在の様子です。車が左右の車線にぎっしりと渋滞になっている様子がわかります。公共機関では都営バスが運行を再開していますが、東京都は民間バス会社に対しても便を増やしたり運行時間を延長したりできないか要請しているということです。ご覧いただいているのは東京都品川の現在の様子です。多くの人が歩道、そして車道にも溢れています。今回の地震で自衛隊に大規模震災災害派遣命令が出され、陸海空で合わせて8000人以上の隊員が捜索救助活動などに当たることになりました。全国の陸海空すべての部隊が被災地での活動に当たることができます。命令を受けて今後陸海空自衛隊で隊員合わせて8400人、航空機190機、艦艇25隻を被災地に派遣して捜索救難活動に当たるということです。このうち陸上自衛隊からは東北地方を管轄する東北方面隊の部隊のほか、
関東地方の部隊なども派遣されたほか、海上自衛隊からは護衛艦や補給艦、掃海艇などの艦艇が被災地の沖合に派遣されました。また原子力緊急事態が宣言されたことを受けて、原子力災害対策本部の本部長である総理大臣の要請に基づき、午後7時半に自衛隊に原子力災害派遣命令が出されました。これを受けて陸上自衛隊では、放射能漏れが起きた地域で活動できる能力を持つ特殊武器防護隊や化学防護隊を念のため被災地の近くまで前進させて待機させることになりました。東京電力の福島第一原子力発電所には、さいたま市に駐屯する中央特殊武器防護隊と福島市の第44普通科連隊が向かっているということです。大船渡市などでは津波によって集落全体が流されるなど、130人以上の行方が分からなくなっているということです。また総務省消防庁によりますと、陸前高田市がほぼ壊滅状態だということです。上空から見た感じ、これ数百台あります。500台ほどの乗用車が折り重なるように集まっています。車が並んでいて黒く焦げているように見えます。そして右から見えてきました、炎が上がって黒い煙が上がっています。福島第一原発について、原子力災害対策特別措置法に基づいて原子力緊急事態を宣言したことを受けて、昨夜9時半前に半径3キロメートル以内にいる大熊町と双葉町の住民に対し避難を、また3キロから10キロの範囲では屋内に退避することを指示しました。経済産業省の原子力安全保安院によりますと、避難の指示の範囲は今朝6時前に菅総理大臣の指示を受けて、これまでの半径3キロから10キロに拡大されました。また屋内退避の対象はなくなったということです。原子力安全保安院は避難範囲拡大の理由について、1号機の原発の運転員がいる中央制御室と呼ばれる部屋で放射線の値が通常のおよそ1000倍まで上がっていることや、原子炉が入っている格納容器内の圧力を下げる作業が遅れていることなどを挙げています。原子力安全保安院は、1号機からは放射性物質が微量ながら漏れ始めているとみられる、住民の健康に直ちに影響はないと予想されることから、住民は落ち着いて避難してほしいと話しています。仙台港の上空からの映像が入ってきました。宮城県の仙台港からの映像です。コンビナートタンクの脇でしょうか、炎が上がって黒い煙が大きく覆っている様子が見えます。松本さん、これはもうコンビナート、コンビナートと言われますね。先ほどお伝えしたコンビナート火災の現場がここかどうか、ちょっと今手元に情報がないのでわからないんですけれども、コンビナートの可能性があると思います。こういう石油タンクあるいはコンビナートなどで火災が起きると、こう非常に消火が難しい、はい、特殊な装置がなければこう消火することができないんですね。宮古市の周辺でも10カ所以上で集落が全壊し、多くの人が流される被害が出ているということです。こちらは宮城県南三陸町の上空からの映像です。それで家を作っていた、今これ屋上に人が見えますね。避難してるわけですね。そして現在も水はまだこの内陸に残っていますね。残っています。それは津波 の津波で満ちている状態なのか、あるいは地盤が下がったせいなのか、ちょっとよく分かりませんけれども、これ見てるとビルの結構高いところまで津波に覆われてしまった瞬間があることを示してますね。全壊した建物は合わせて3000棟以上に上っています。また警察庁によりますと、今回の地震で道路や橋などが壊れる被害が500カ所以上で起きています。気象庁は東北地方の太平洋沿岸では引き続き3メートルを超える大津波の恐れがあるとして、青森県の太平洋沿岸と岩手県、宮城県、それに福島県の沿岸に大津波警報を出して厳重な警戒を呼びかけています。屋上から人が白い旗を振っている様子が見えます。そしてピンクの傘を振っている方もいらっしゃいます。白衣のような服を着ている女性が見えますね。はい、あるいはこれも医療施設かもしれません。今南浜中央病院と表示されました。なるほど、と見えました。周辺
まあ、当然電気水道通ってないですから、重篤な患者さんは非常に厳しい危険な状態に陥っているのが、はい、もし病、そういう状況になっていることも推察できますね。2階建ての建物の屋根に人がいます。今まさに救助を行っている様子です。屋上に今人がいます。はい、屋上の人がいます。まあ、自衛隊の隊員が屋上の人を救助しています。はい、宮城県の山本町の映像です。自衛隊のヘリコプターが現在救助活動を行っています。今救助隊員によって引き上げられたところです。救助隊員に抱きかかえられて今ヘリに上がっていきます。救助活動が続いています。孤立していた住宅の屋上から今一人救助されてヘリコプターに収容されるところです。周りを見ますとやはり海水に覆われています。多くの木がなぎ倒されている様子も見えます。盛岡市の給水所、手代森小学校、元部老人福祉センター、大新小学校、栗谷川小学校、青山小学校、土淵中学校、栗谷川老人福祉センターの合わせて7カ所です。経済産業省の原子力安全保安院によりますと、福島第一原子力発電所の敷地内の1号機の周辺で核分裂によって発生するセシウムという放射性物質が検出されたことから、1号機で炉心にある核燃料の一部が溶け出たと見ていると発表しました。学校のグラウンドには SOS と大きく書かれています。その下に水、無線と読み取ることができます。今日午後3時36分ごろ、1号機の原子炉建屋かタービン建屋かわからないが、直下型の大きな揺れがあり、ドーンという音が聞こえて白煙が上がったということです。東京電力の福島第一原子力発電所の発表によりますと、怪我をしたのは東京電力の社員2人と協力企業と呼ばれる下請け会社の作業員2人の合わせて4人です。福島第一原子力発電所の映像を見ますと、午後4時半現在の映像を見ますと、1号機のあった場所で爆発が起きたとみられ、建物の外壁がなくなっているように見えます。福島県などによりますと、今回の爆発で1号機の敷地境界で1時間に1015マイクロシーベルトという放射線量を検出しました。この値は一般の人が1年間に浴びても差し支えないとされる放射線量と同じ量を1時間で浴びるほどの高い放射線です。専門家は現在敷地から半径10キロの範囲に避難指示が出ているが、10キロの外に避難している人もできる限り屋内にとどまるべきだと呼びかけています。昨日の地震の後、原子炉を冷やす機能が失われていました。福島第一原発で爆発音がする前、経済産業省の原子力安全保安院は1号機で炉心にある核燃料の一部が溶け出たと見ていると発表していました。日本の原発で炉心溶融が起きたのは初めてです。福島県の海沿いにある東京電力の2つの原子力発電所、このうち福島第一原発の1号機では地震に伴う周辺地域の停電や非常用の発電機の故障で原子炉を安全に冷やすことができず、原子炉が入った格納容器は圧力が高まって壊れる可能性が出ていました。このため東京電力は容器内の空気を外部に放出する作業を午前9時から始めましたが、格納容器のすぐ近くにある弁を開く現場の放射線が強いことから作業を一旦中断。午前11時20分には核燃料棒を束ねた燃料集合体が水面の上最大で90センチほど露出しました。1号機の周辺でウラン燃料が核分裂して発生するセシウムやヨウ素という放射性物質が検出されたことから、1号機で炉心にある核燃料の一部が溶け出たと見ていると発表しました。セシウムやヨウ素は核燃料棒の中のウラン燃料が核分裂して発生するもので、原子力安全保安院はウラン燃料が詰まっている被覆管と呼ばれる金属製の筒が溶けた可能性があると話しています。また
被覆管の中のウラン燃料は2700度から2800度まで温度が上がらないと溶けないので、1号機の温度はかなり高温になっていると見られると説明しました。炉心溶融は原子炉を流れる冷却水が大量に漏れるなどして核分裂によって発生した莫大な熱を取り除くことができなくなり、核燃料がある炉心が最終的に溶けることです。1979年にアメリカスリーマイル島の原子力発電所で起きた際には、最終的に炉心が空だきになって周辺に大量の放射性物質が漏れ出す結果となりました。日本の原発で炉心溶融が起きたのは初めてです。一方、東京電力では圧力が高くなっていた格納容器の空気を放出させる作業を再開し、午後2時ごろから空気の放出を始めることに成功。格納容器の圧力は徐々に下がり始めていました。そして今日午後3時36分ごろ、福島第一原子力発電所でドーンという爆発音、1号機のあった場所で爆発が起きたとみられています。福島第一原子力発電所では1号機のほか2号機でも地震で自動停止した後、原子炉を冷やせない状態にあるほか、福島第二原子力発電所の3機でも格納容器の圧力が今後高まる恐れがあり、容器内の空気を外部に放出するための作業が始まっています。盛岡市内のガソリンスタンドでは朝から50台を超える車が列を作り、周辺の道路は渋滞ができています。原子力発電所の周囲の住民の避難指示の対象となる範囲を拡大し、これにより新たに福島第一原発から10キロから20キロの範囲に住む18万人と、福島第二原発から3キロから10キロの範囲に住む3万人が新たに避難指示の対象となり、これらの合わせて21万人が今日の早朝から避難を始めたということです。気仙沼市浜町の弥生食品気仙沼工場ではおよそ300人が取り残されています。津波によるものと思われます。家屋が傾いています。そして救助活動でしょうか、ヘルメットをかぶって活動されている方の姿が見えます。千葉県浦安市の埋め立て地では地震による液状化とみられる現象が起きています。地震の後地中から泥水が染み出し、多いところで深さ30センチほどの土砂が路面を覆っています。このほか電柱が軒並み傾いたり、マンホールが地面から2メートルほども飛び出した状態になっている場所もあります。地震発生後初めて NHK の取材班が現地に入りました。唯一残っているのが鉄筋の建物だけです。その建物も2階3階最上階まで断崖で津波の被害が大きく残っています。自衛隊と消防を合わせて1200人が捜索にあたり、これまでに建物などに取り残された37人が救出されました。しかし遺体で見つかった人はこれまでに166人。自衛隊によりますと市街地では300人から400人の遺体が確認されたということです。2021年令和3年2月11日警察庁によると、2020年12月10日現在、死者 15,899 人、行方不明者2,527 人、死者不明を合わせて 18,426 人と発表した。